ハップルです。書道ナイスに対してどう思っているかというアンケート、本編動画は非常に長いのでハップル一人で今回簡単にまとめたいと思います。それでは行ってみましょう。スプラボのハップルです。今回はスプラボで実施した試合やバイトの開始直後に押すナイス、通称書道ナイスに関するアンケートの回答結果を発表したいと思います。このアンケートはハップルの書道ナイスを押すべき、やめるべきという主張を伝えたいものではありません。結果を見てどうするかは個人の自由です。まずは書道ナイスを押す人の割合です。 X マッチやバンカラマッチチャレンジで遊ぶという回答は8318人中6461人、 77.67% です。その中の4915人、 76.07% が書道でナイスを押すことがあると答えました。サーモンランで遊ぶと答えた方は7200人、そのうち5400人、75.00% が書道でナイスを押すことがあると答えました。押す理由はどちらも同じで、主に挨拶、気分、押されたら返す、士気向上といった内容でした。誰かがナイスを押すと1人か2人くらいは返すくらいの割合と考えると納得の数字です。続いて書道ナイスを押している人がいたらどう感じるのかという質問です。 X マッチやバンカラマッチチャレンジの回答はご覧のように、サーモンランの回答はご覧のようになっています。基本的にプラス感情、基本プラスでたまにマイナス感情、基本何も感じないがたまにプラス感情、何も感じない、基本何も感じないがたまにマイナス感情、基本マイナスでたまにプラス感情、基本的にマイナス感情、7つの選択肢から選んでいただきました。少しでもマイナス感情を抱く人には具体的にどういったことを感じるのかについて任意回答で答えていただきましたが、主に煩わしい、無意味といった回答が多く、少数ですが自分が焦る、音などを含む個人的な思考という意見がありました。それに加えてサーモンラン独自の要望として壁を塗ってほしいというものもあります。意見全体の3割以上が壁塗りに言及していました。実力ごとに見てみましょう。まずはこちら、 X マッチやバンカラマッチチャレンジにおいて書道ナイスを押す人の割合と書道ナイスをどう感じているかを、基本的にプラス、たまにプラス、何も感じない、たまにマイナス、基本的にマイナスの5段階で表したグラフになります。ご覧のように XP と書道ナイスには相関があることがわかります。一方こちらはサーモンラン、 XP とは違い評価レートが低くなると押す人が減ります。ですが感情はバトルの傾向と同じなので、塗りながらナイスを押すという操作が可能な人の割合も関係していそうですね。このように基本的には押す人プラスの感情を抱く人の方が多く、実力が高くなるにつれ徐々に割合が小さくなっていくということがわかりました。そして今までお話しした以外の結果を分析しても、割合としてナイスを押すと答えた人とプラス感情は概ね相関がありました。押す人が多いほどプラス感情を抱く人も多いのです。例えばバトルでは20代から30代の男性が最も初動ナイスを押す人とプラス感情を抱く人の割合が小さく、同じような谷ができています。ですが一つ面白いデータがありました。こちらはサーモンランで書道ナイスを押す人の割合を年齢と性別で見たデータです。男女差はありますが年齢差はありません。一方こちらは書道ナイスへの感情、バトルと同じく20代から30代の男性は最もプラス感情を抱く人の割合が小さいという結果です。社会人世代なので挨拶はするけど腹の中でどう思っているかはわからないというのがよく現れているデータなのではないかと思いました。今回のアンケートをまとめます。どのデータを見てもナイスを押す人、プラス感情を抱く人ともに 50% を超えているということが分かりました。書道ナイスはマッチングした味方に対してポジティブな影響を与えている可能性の方が高いということです。ただチームは4人しかいないため確実なことは言えません。結局はマッチングしたチームの空気感次第です。より詳しい分析は本編をご覧ください。以上で結果の発表を終わります。スプラボのハップルでした。ということで今回の動画は以上です。本編動画はね、3時間超えのかなり長い動画なんですけれども、まあラジオ代わりにでも見てみてください。書道ナイス全国マップとかもあるんでね。ではでは、また別の動画で皆さんお会いしましょう。バイバイ。